こんにちは。いつも YouTube をご覧いただき誠にありがとうございます。動画の中でご紹介している材料やツールなどは、概要欄に添付しています。どうぞご覧ください。さて、今回も、廃棄処分になりそうな牛乳を使ったカクテル、皆さん牛乳をいっぱい召し上がってみてください。バーには昔から牛乳を使ったカクテルがいっぱいあります。さて、今日のおすすめは、ラム酒の牛乳割りです。グラスをご用意いただきます。こちらに、少し甘みが欲しいのでメープルシロップを使ってみます。お好みで、ワンティースプーンぐらい。こちらにラムを30ミリ。ここで一度ステアしておくといいと思います。で、牛乳を満たします。そして、よくステアしてください。ラムと牛乳は相性がいいです。甘みがいらない方はメープルシロップなしでもいいと思います。少し甘みがあった方が美味しいかなと思います。こちらはホットでも召し上がっていただけます。その場合、牛乳を温めてください。ラムの牛乳割りです。ミルク割り。どうぞお召し上がりください。